皆様本日はご参加くださいましてありがとうございますただいまより令和3年度東京都スポーツ推進企業交流会を開会いたしますこの東京都スポーツ推進企業交流会はスポーツの取り組みを推進されている企業の皆様同士の情報交換の場として開催されます申し遅れました 本日、司会進行を務めさせていただきます佐藤里奈と申します、どうぞよろしくお願いいたします。開会,会にあたり、主催者を代表いたしまして、中澤元幸オリンピック・パラリンピック準備局理事より挨拶を申し上げます。中澤様よろししくお願い,いたします東京都 オリンピック・パラリンピック準備局理事の中澤でございます。本日はお忙しい中、令和3年度東京都スポーツ推進企業交流会にご参加いただき、誠にありがとうございます。開会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。東京都ではスポーツ推進企業認定制度ににより働き世代を中心に スポーツ活動の促進に取り組んでおります。昨年来、新型コロナウイルス感染症の拡大により、従来のスポーツ活動実施が難しい状況の中、オリンピック・パラリンピック東京2020大会では、日本選手団の活躍など、改めてスポーツの力を感じました。そうした中推進企業の皆様が スポーツの実践支援に積極的に取り組み、好事例を共有して、より一層スポーツを推進していただくため、本交流会を設けさせていただきました。第1回の昨年度はオンライン開催のみということになりましたが、第2回となる今回は、多くの方からいただいた対面開催の ご要望にお答えすることができました、えー、本日の会場はコロナ対策として密にならないよう広いまあ場所ということで1964年の東京オリンピック会場だったこの駒沢オリンピック公園で開催させていただく運びとなりました。さて本日はこの後 昨年度モデル企業に算定選定されました株式会社タニタヘルスリンクの年田社長から企業での健康づくりの取り組みについて基調講演でお話をいただきますまた推進企業四社株式会社タチヒホールディングス KNTCT ホールディングス株式会社オリンパス テテルルモバイオマテリアル株式会社、株式会社 MP&C の皆様方から取り組み事例を紹介していただきます。第2部の交流会では、講演者の方々を中心に、ご参加の皆様が意見交換、情報交換を行っていただける場とするとともに、スポーツ関連団体による pr ブースにもお立ち寄りをいただき、今後の取り組みにご活用いただければと思います。なお、本日、時間の関係で十分に情報交換ができなかった場合には、閉会後にメールでお送りするアンケートに、情報交換の項目も設けておりますので、ご利用いただければと存じます。加えまして、来年1月には、 ス,パスポーツ推進企業専用のウェブサイトを開設し掲示板機能によりオンラインでも情報交換などの交流をしていただけるよう準備しておりますより多くの企業の皆様がスポーツの実践支援に取り組んでいただくことで社員の方々の健康増進人と人との絆地域の活性化 などにつながっていくものと存じます最後になりますがコロナとの共生を求められる新しい日常化ではありますがスポーツの力による好循環が生まれることを願っております本日はどうぞよろしくお願いをいたします